ですね、島根県の浜田市の名産で、今脂が乗っててとっても美味しいです。で、島根っ子の大好物なんだよね、これ、このおろしキャリー、よかったら食べてみてください。で、じゃあ他に島根っ子のことを紹介しようか。はい、じゃあまず頭に注目してください。これ島根っ子、頭に親白風キャップをかぶっています。よく出雲大社なんて言われるんですけども、これは島根県には出雲大社作りの神社が多いことからモチーフになっています。決して出雲大社だけではないんですね、こちらの方で知ってる方も多いと思いますが、大分足で有名な出雲大社が60年ぶりに戦後を迎えまして、親道なんて食べ物や出雲そばなどのお店もたくさんあって、出雲大社なんだけど今とっても賑わってるんだよね。で、次、首元に注目してください。見せて、首元見せて。はい、首元ですけども、しめ縄作りになってます。しめ縄マフラーですね、すいません、間違えました。しめ縄マフラーになってます。ごめん、ちょっと、ね、緊張してんだ。ありがとう。しめ縄マフラーになってます。で、しめ縄、島根っ子の特技は食べないよ、親が来てあげるから、あ、じゃあ、どんちっちゃいで食べる。特技がですね、しめ縄作りになってます。で、じゃあ、後ろ見せてあげて。後ろ見せてあげて、後ろ、待って、はい、ダーンじゃなくて、後ろ見せてあげて、後ろ、いや、握らなくていいから、後ろ見せてあげて、後ろ。はい、こちらはですね、後ろのリボン、背中についてるリボンですけども、島根県とみんなお友達を結ぶ、縁結びのリボンになってます。はい。で、置いといて、島根っ子の趣味は、そば打ちをしてた。